初めての乗車なのに、どうして私を案内してくれないの？ちょっと七死人のおもてなしにそぐわないんじゃない？やっぱり見抜かれちゃったか。でも私たちは顔見知りだし、お互いに遠慮する必要はないよね。請求列車に乗ったカンパニーの社員は多分私が初めてじゃない。開拓のアキビリが生きていた頃はカンパニーと七死人が協力することも多かったんだって。それから取締役会が大金を注ぎ込んで列車を貸し切りにしてカンパニーの事業の一環にしようとしたけど、全ての提案が拒否されたって話も聞いたことがあるよ。ここだけの話、拒否したのは英断だと思う。この宇宙にとって資本は欠かせないものだけど、もし世界中のありとあらゆる物事が資本に支配されたら、この話は少しもロマンチックじゃなくなっちゃう。君もそう思わない？誤解を逆さずり、胡蝶を裁縫。炭鉱宛ての手紙だよね。誰からだろう。
パムに聞いてみよう。それはないか。将軍からの手紙なら署名を直接炭鉱に見せてみたらどうじゃ。この時間ならいつもの場所にいると思うぞ。どうした？俺に何か用か？差出人は書かれておらず、時間や場所の指定もない。どうやらこれを送った人物は、そういったことは俺の記憶の中にあると確信しているようだ。残念ながらこの者を失望させることになったから。この筆跡からは確かに剣士の気風を感じられる。だがあの男はいつも単刀直入に事を運ぶ。誘うにしてもそこに一切の情はなく鋭いものだ。こんな回りくどいやり方をあいつはしないだろう。この手紙は俺が預からせてもらう。タンフーの過去に関わることなら慎重に対応せざるを得ないからな。Go fight against your fate. They will come with the pain. They will wake up.
そう単純なことではなかったか。彼女をこの一件から遠ざけたのは正しかったのだ。これ以上皆を危険に巻き込むわけにはいかない。だがこれがあいつからの手紙でなければ一体誰が。新作府に行って軽減に性格ハンターの動向を確認してみるとしよう。ラフを離れて随分経つというのに、ここの殺気は減るどころか、むしろ増しているな。喜ばしいことだ。言ってみただけだ。そう警戒せずともよい、小僧。我はただ、過去の情景を忍んでいたに過ぎぬ。だが、軽減の手配した同行人が、あの小僧とは。お前とは何かしら縁があるのかもしれぬな。次から次へと客人が来るね。炭鉱先生、どうしてここへ？邪魔をしてすまない。将軍に用があって来たんだ。その、もしあの時の捜査で僕が早まって手を出して怪我をさせたことの賠償を求めるつもりなら罰を受けるよ。
この先100年、僕の補給を賠償に当ててもいい。お前は運気軍としての責務を果たしたまで、何も間違ってはいない。今回将軍を訪ねたのは、性格ハンターの動向を聞くためだ。あいにく、将軍様は用務があって出かけてるの。ただ、立つ前に将軍様がある伝言を残してね。炭鉱さん、階段のところに立ってる人を知ってる？知っているとは言い難いな。ただ、あの顔には見覚えがある。将軍の客人か？そう、彼女のことを忘れたんだ。なるほど、寿命が転生すると本当に前世のことをすっかり忘れちゃうんだね。あの方は千秋楽の前代剣主慶龍様。あなたの前世、陰月君とは生死を共にする仲だったの。それどころか将軍様の恩師でもあった。戦時の公文書によると、彼女の剣の前に倒れた北条の民は数えきれないほどいたみたい。増欲者の上も堀人の不老も、山ほど高かった奇獣でさえその一撃を受け止めることができなかったとか。だから当時はそれはもう名を馳せてたの。でもそれも大昔のこと。残念ながらそれほどの英雄でさえ魔恩からは逃れられなかった。魔恩に落ちた慶龍様は狂い、あまたの殺生を犯した挙句、生きがいに逃亡した重罪人になったと言われてる。本来彼女ほどの腕があれば誰にも捕まらないんだけど、なぜか行商人を装ったある容疑者と一緒にラフに現れて自首してきたの。ただその条件として、審判を受ける前に自由が一日欲しいと言ってきたんだ。林園郷で旧友たちに会いたいってね。で、理解しがたいことに将軍様はなぜかそれにうなずいたの。将軍様が用務で離れる前、私たちにある任務を残した。慶龍に付き添い、ラフでの最後の一日を過ごさせるようにって。つまり客人の接待なんかじゃなく、これは罪人の護送だ。来たか、陰月よ。せっかくだ、もっと近くに来て昔話でもどうだ。それとも今世の名で呼んでほしいか、炭鉱。言ってあげて、炭鉱さん。あなたに話があるみたい。気をつけた方がいいよ、炭鉱先生。あのお姉さん、かなり手強いから。我が泉州を離れるとき、こう聞いた。奴らがお前の鱗と角を奪い、強制的に転生させ、また、幽州獄に閉じ込めたと。もう陰月君は存在しないと思っていたが、我がラフに帰ってみると、まさか再び海を割り、潮を引くお前の姿が見られるとは。さながら覚醒の感がある。お前の言う通り、陰月君の人生は幕を閉じた。今お前の前に立っているのは全くの別人だ。ああ、分かっている。寿命の輪廻転生を経ることで全ての宿業と罪禍は消えて叱るべきだからな。今のお前は四方を旅する七死人でしかないだ。我の推測が正しければ、
竜士たちは龍脈が途絶えるのを惜しみ、陰月君を蘇らせようとしたのだろう。夢に、脱輪の刑に小細工を浪して世間を欺き、お前を今の姿にしたのだ。昔話をするために来たわけではないのだろう。いい加減、目的を話したらどうだ。先ほど寺明族の娘から聞いたはずだ。どうした？耳でもおかしくなったか？我がラフに戻ったのは、同盟に自首し、過去の罪と向き合うため。ただ、審判を受ける前に、一日の猶予を請うたのだ。旧友たちと再会し、親密であった頃の約束を果たすために。ケーゲンは昔から優しいやつでな。お前を呼ぶと聞いたら、我の望みに応えてくれた。ということは、列車に届いた手紙はお前が送ったものだったのか。ああ、そうだ。海弱玉を隠さず、利量明月を吐く。林縁橋の景色は詩で歌われているように、それで美しい。海弱玉を隠さず、利量明月を吐く。林縁橋の景色は詩で歌われているように、それで美しい。けど僕のような容疑者を相手に枷もかけず牢にも入れないとは。このような場所に連れてきて本当によかったのかい、将軍殿。あそこは厄介事が多すぎる。これ以上問題を増やすべきではないと思って。安全を考慮し、君にはここで審判を受けてもらう。安全を考慮ね。どうやら僕の安全を言っているわけじゃなさそうだ。性格の降臨、剣木の蘇り、そして壊滅の指令が天白氏の節都市に成り代わっていたこと。天白氏の調査によると、君は正体と一緒にラフを訪れたが、滞在していた数日間誰とも貿易活動を行っていなかった。そしてちょうど君が離れる予定の日に災いは勃発した。君は騒ぎに乗じて幽州国に忍び込んだが、何もしていない。そして今、性格の災いに対する責任を負うと告げて自首した。怪しい。どう考えても妙だ。君のその行動を果たしてどう解釈すればよいのか、
僕は行商人として頼まれたものを送り届けたまでさ。その裏に隠された事情までは知らない。優秀国に忍び込んだのは確かに目的があってのことだけど、今のラフに僕の求めるものはなかった。自首をしたのだって罰を受けるのが怖かったからさ。いくら星の海が広大といえど、同盟の追跡から逃れることは難しいだろうからね。行商人、ラセツ殿は冗談がうまい。愛英の城での所業、シュラウドベール聖域に残された数々の過去、私の口から詳しく説明した方がいいかい？それとも、あの舌を噛むような名前で呼ぶべきだろうか？おお、さすが、新作将軍と呼ばれるだけのことはある。お互い様だよ。事前に調べておいた甲斐があった。でなければこの場をしらけさせてしまうところだったからね。将軍殿が妙に思っているということは、僕の代わりに弁明をして性格事件の容疑を晴らしてくれるということでいいのかな？いや、それは私が決めることではない。こたびの件は同盟を転覆させようとした重罪だ。故に法に従い、君は泉州巨領に護送され、獣王氏と七天将の連合審判を受ける。そして栄罰を課せられることになるだろう。がこのひとときは人間教の家系を堪能するためのもの。ラフの景色もこれで見納めだろうからね。彼女から聞いたことがあるよ。数百年前、雲上の五騎士はここに集い宴を挙げたと。貴殿の師であり絶世の剣技を誇る渓流、雲銀の術を有する陰月君丹風、精査を巧みに操る飛行士白樹、そして神器を鍛造した主名の名将王政と、志望に長けた将軍殿、かの五人は魔を払い数多くの伝説を残した。だが嘆かわしいことに世は無情なもの。雲上の五騎士はやがてちりぢりとなり、今では絶縁状態。将軍殿が僕を優秀国から連れ出したのは安全のためじゃない。聞かれたくない話があるからだろう。そう、これまでずっと話を避けてきたあの人物、将軍殿の師匠渓流殿の話だ。さて、そろそろ行くか。古地をいくつか巡り、酒を一杯飲みながら在りし日を偲ぶとしよう。は？自分が観光客にでもなったつもり？ああ、なれなくもないぞ。小僧、そう浮かぬ顔をするな。我は同盟に自首したのだ。それを保護にして逃げる気はない。お前たちの将軍様も我の望みに応じたのだろう。
そして陰月よ、お前には共に来てもらう。拒否はさせんぞ。前世を覚えていようがいまいが、我の手紙を受け取ったのであれば誘いに応じたことになる。案内しろ。さあどこから始める？開成校か、それとも構造士にするか。懐かしい日々があまりに多く、それらが頭の中を駆け巡る。だというのに我の手はそれに届かない。はあ、先修人は年が千を超えると日々山を背負いながら生き、まるで迷宮をさまよっているかのようだ。場所を選ぶだけなのにそんなに難しいわけ？だったら僕が代わりに選んであげるよ。よし、開成校にしよう。小僧は精が出るな。なら、お前の言う通りにしよう。精査が見たいなら玉海門にたくさんあるでしょ。顔を上げれば見られるっていうのに、なんでわざわざ開成校まで？小僧、古族の飛行士で白樹なる名を聞いたことはあるか？白樹、白樹、聞いたことあるような。龍尊様が雨を降らせて敵陣を水浸しにすればいいんです。私たちみたいな引き立て役は空の上から見てましょう。いいですね。陰月よ、何か思い出したのなら言ってみてはどうだ。どうやら陰月君の戦友だったらしい。戦友で友人、陰月のであり我らのでもあった。まあよい、どれも過去の運縁に過ぎぬ。開成校に来たのはただあの子を弔うためだ。それって古族の慰霊祭のこと？ああ、亡き者を星座に乗せ星空へと送り出す。あの時はせいていたゆえ、まともに別れの挨拶もできなかったからな。ラフを離れる前にこの心残りを片付けておきたかったのだ。だが星座の製造には詳しくない。ここで作っているということしか知らなくてな。分かった、じゃあ僕についてきて。僕も星座の製造についてはさっぱりだけど、ここの奇数を動かすのはそう難しくはないよ。性格の邪水がまだ残ってる。気をつけて。我ら二人のことは心配無用だ。
何者？着いたよ。海星港の大半の船はここで製造を始める。からくりに指示を入力すれば精査の種子を培養する容器が起動する。しばらくすると空港に新たな船が一隻できるんだ。あ、思い出した。白樹って名前本で見たことがあるよ。本を好んで読むのか、意外だな。いいだろ別に。普段はあまり読まないけど、策について教わってた時に将軍様にたくさん読まされたんだ。その時読んだ本、外界性詐称欄の著者が白樹だった。上出来だ小僧。そう、白樹はその本の著者だ。10ページのうち9ページは作者の精査がいろんな世界に墜落してたびたび危険な目に遭う内容で面白かったよ。それから現地の生物分類と生態に関する記録も載ってた。あれを読んだ時は精査を動かすたびに墜落させる人を飛行士って呼べるのか疑問だったけど、でも今思い返すとその危険をいつも好転させて無事生還してるんだから、その強運はすごいものだよね。ああ、確かにいつも人を驚かせるほど不運な子だった。精査で出征すれば、北条の民の居住に飲み込まれたり、敵陣の後方に墜落したりしたものだ。おかげで、あの子が乗っていた精査が、元の原型を保ったまま寄港したことはほとんどない。天白氏の者たちからは精査殺しとまで呼ばれてた。あの口が思いつきで言った悪いことは十中八九現実となってな。その恐ろしさゆえ次第に運気軍の中には彼女と同行しようとする者がほぼいなくなっていた。だが生き延びることだけに関しては驚くほど恵まれていた。どんな基地に陥ろうともあの子は切り抜けてきたからな。運も実力のうち、あの精査殺しのために作った船も彼女のように正解へ帰ることを祈ろう。これでよし、精査の製造が始まったよ。しばらくしたら精査は自動的に組み上がって空港に入る。そこで待とう。助かった小僧。もう完成した。ラフを離れどれだけ経ったか。やっとお前に別れを告げることができるな。白樹先輩はその後どうなったの？その後か、言うまでもないだろう。何しろあの子の最後を弔うために立っているのだからな。陰月よ、出骨を切ったあの一線を覚えておるか？北条の指令、出骨が大軍を率いて同盟に攻めてきた。優秀国で読んだ歴史書にそう書いてあった。
ほう。生まれ変わった後に自分の前世を取り戻そうとしたのか。ただその後は何者かによって消された。北条の指令、出骨による侵略、その決戦後は行方が不明となっている。亡骸の記述すら見当たらない。教えてやろう。あの一戦で白樹のうつけはついに低級に賜った運を使い切った。奴は一人で戦陣に飛び込んだのだ。それにより同盟の兵士たちは出骨のケチズ極海を突破し、そしてお前を流氷から呼び戻した。だが白樹が再び戻ってくることはなかった。我らは皆返せない借りを作ってしまったというわけだ。運気軍にとって戦場で死することは誉れである。だが隠月、お前はそれに納得しなかった。お前は白樹が命を落としたことを受け入れられず、あの子に、安らかに眠るはずだったあの子に取り返しのつかない過ちを犯した。何も言うな。もう答えなど重要ではない。隠月よ、我は今よりこの星座を旅立たせる。お前の主公を持ってきたぞ、白樹。これはもともとあいつがお前のために掘ったものなのだが、自分の手で渡すことがかなわなかったのだ。すまぬ。最近になりようやくこれを見つけてな。この主公をお前に送ることで、我は少しの間だけ悪夢から覚めることができそうだ。お前に託されたことは必ずや成し遂げよう。たとえ星を切り落とすことになろうとも、その約束をたがえることはない。行こう。次は構造紙に向かうぞ。やれやれ、剣木がよみがえり、至るところに忌み者がおるな。構造紙の重物、増加航路まで危ういではないか。と
突然の出来事だったからね。話によると、多くの匠や弟子が慌ただしく逃げた中、ある老師だけが残ってここを守ったと聞いたよ。それで外からの支援を迎え入れて増加航路を救ったらしい。ほう、面白い。命を顧みず固くなに意志を貫くとは、その様は願望の強いある旧友を思い起こさせる。奴が構造師のこの低たらくぶりを見たら、先囚人を無能と笑うだろうな。そんなことない。危機を前に命を惜んで運気軍の到着を待つことの何が悪いっていうの。だが、その気球の時に運気軍は来たのか。ここを救ったのは種族の旅人だと聞いたが。ラフの動点は広いから。それに多くの部隊が妖精の征伐に参加していた。だから運気軍も隅々にまで目を配れなかったんだ。あの時は人手が足りなくて。そうだ小僧、前回の勝負をもう一度やらぬか。お前の誇る剣術がどれほど進歩したのか見てやろう。僕の手を借りてここを掃除したいだけだろ。自首した犯罪者だっていうのに注文の多いやつだね。今回はお前が先に行け。増加航路で合流しよう。どうしてわざとあの子を行かせた。他でもない、お前と長く手合わせをしていなかったからな。俺は戦うつもりなどない。槍先を我に向けろとは言っていないだろう。ここの忌み物で十分だと思うが。情熱変身。生まれ変わったとはいえ、お前の技は奴とほぼ変わらぬ。俺の動きはまるで、まるで何も忘れていないかのようだ。ドン！月光を剣とす。来た落葉の夜なり、天候の随分と遅いね。慌てるな、陰月。我にもう少し付き合え。まさか。情熱変身。その槍はまだ主を覚えておる。陰月よ、それを鍛造した者のことを覚えておるか。この槍は俺が追放された時からずっとそばに。いつからこれを振るっていたのか覚えてはいない。
月光を剣に突す。すべて照らさん。死ぬがいい。戦輪は剣総理世を注が使うつもりはなかった。健康のあるさあ飲め。ガツンと来るやつで行こう。ご正義直してやる。よいしょ。喧嘩の爽快。この力が騒いでいる。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。わしをいじめるな。重傷じゃの、とりゃ逃げられぬぞ。つもりはなかった。リポッポした。ガツンと来るやつで行こう。この見せてやろう。強弾の薬よ。回復しちゃう。直してよいしょ。くだらない。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。この力が騒いでいる。戦輪は総理世を注がん。よりゃ死ぬがいい。自分は丹風の生まれ変わりで、奴の罪とは何の関係もないと自分に言い聞かせることはできる。もうすべてを忘れたと言い続けることもできる。だが炭鉱、お前は戦いから逃れられない。その槍術は陰月のと全く同じだ。戦いは火事のごとく、烈火で不純物を溶かし、人の内なる本性をさらけ出す。お前にその激運を打ってやった者の言葉だ。覚えておるか。我らの中で奴と一番近かった者といえばお前だろう。願望の強い者が自尊心の強いもう一人と気が合うとはな。この槍の鋭さは竜輪をも貫くほどだ。気をつけろ。
傷を負うことになっても知らんぞ、リューソン様。おせ。ほう、まだその名を覚えておったのだな。奴がまだガキの頃、忌み者への復讐に燃えて政界を渡り、学びを求めて泉州にやってきた。初めて会った時は我の剣よりも背の低い幼子だった。百歳しか生きられぬ身だというのに、構造師の万般の工芸を学び尽くすと言っておったな。あの子犬は劉村に引けを取らぬぐらい傲慢であったぞ。我はあの理想だけを追い求める頑なな性格がもともと気に食わなかった。だが再び会うと、奴の作った武具は匠たちでさえ及ばぬ域に達していた。構造師の頭目に与えられる百夜の称号をも手にしていたのだ。しかし残念なことに、あれは一介の短命種。同盟が構造師を任せるわけがない。結局奴は我らのような衣類たちの隣で暖を取るしかなかった。お姉さん、わざと僕に先を譲ったんじゃないよね。まさか、お前の剣の腕が成長していたがゆえに追いつけなかっただけだ。それで今回はその短命種の先輩を弔うつもり？盗み聞きとは感心しないな。それに我は奴が死んだと言ったか？でも短命種の寿命じゃ休眠カプセルにだって長く入れない。もし生きてるのならもうご老体だろうね。彼は長命種になったのか？その通り。運命とはかような冗談を好むからな。知恵と知性にあふれたものでも、人によっては運命の転換期に最も愚かな選択をする。奴はその聡明な頭で企てたのだ。隠月と協力し、北条の司令の血肉で亡くなった友を生き返らすことをな。だが奴の愚行は己を不死の怪物に変えた。魂魄は散り、生前最も蔑んだ存在へと落ちた。運命とはかくも人をもてあそぶのだな。お姉さん、自分の旧友に同情する気が全くないみたいだね。もう一度やり直す機会を与えたことは同情に値しないだろうか。彼に何をした？あれは英語、優秀国に囚われるはずの所業であった。だが我は別の形で自由を与えたのだ。前世の業を永遠に忘れぬよう、あの伽藍の骸を持って行き、剣術を教え、百死を与えた。神聖を得た奴は、自分に名前まで付けたらしい。そろそろ時間か。次は
探偵室に向かうぞ。帝宮の信奉者として将軍殿も儒家に苦しむ諸界の惨状を見たはず。あれらの生き物は不死の魔物と化したか、北条の生贄にされてしまった。将軍殿はこの惨禍をどう収めたらいいと思う？同盟が帝宮の詔勅に応じて魔を払うのだ。いつしか薬師を滅し、生死を正しき軌道に戻すためだ。帝宮の巡守雲起軍は影のように付き従い、犠牲を問わず魔を払って聖堂を守る。確かにそれには感服する。だがいささか狭い。僕の力は北条に由来するが、この立場は同盟と一緒だ。宇宙において薬師を死に追いやろうとするのは何も巡守の勢力だけじゃない。短命という病に苦しみ衛生の良薬を求めることは知恵を持つ生命の常だ。それらの思いを断とうとするのはアイオーンを殺そうとするのと同じで荒唐無稽なこと。つまり薬師の呪いを断ち切るには根本から別の方法を探すしかない。貴殿の死は典型を受け魔恩から帰ることができた。そして彼女は諸界を巡り、それを解決する方法を見つけ出した。続けろ。すまないが将軍殿、どうやら次の一手は巨量に打たれることになりそうだ。やはりそう出たか。罪を認めたのはただの手段。諸君の真なる目的は獣王の勅令を利用することで巨量に向かい、六将軍さらには元帥に会うこと。その棺の中のものもそのために用意したのであろう。将軍殿もさっき言っていたじゃないか。それは将軍殿が、ましてや僕が決めることではない。同盟の方がそうなっているのだから逆らうわけにはいかないだろう。実に見事、素晴らしい一手だ。本当に変わったな、ケイゲ。己が後手に回ったことを認めるようになる。
兵士はもう秩序を取り戻したのに、またどうしてここに？私はもう秩序を取り戻したのに、またどうしてここに？寛薬の流女は万病を治せると聞いた。我もただの人のようにその者に見てもらいたくてな。焦ることはない。ここは林縁橋からそう離れておらん。お前が将軍から授かった命もじきに終わる。白露、見てほしいのは俺じゃなく隣にいる人だ。おや、その様子から見るに目に怪我でも負ったか、それとも別のところが悪いのか。いや、目に大事はない。この目を覆っているのは物を見ることで古き思い出を蘇らせ心の間に落ちるのを防ぐためだ。実は龍女様、近頃夜に動悸がしてよく眠れなくてな。心を落ち着かせる方法はないだろうか。症状を聞くにわしの専門外のようじゃのう。ふふん、だが案ずるな。探偵士は病人を選ばぬ。お姉さん、腕を出すんじゃ。まずは脈を取ろう。その後は投影虫を飲ませ隅々まで見てやろう。うわっ、なんという冷たさじゃ。ちょっと待っておれ。炭鉱、こっちに。虫が連れてきた友の病気じゃが、なんとも妙じゃ。脈がかなり弱い。通常こういった状態じゃと。もう救いようがないという意味か。医者の代わりに判断するでない。主の友の場合また話が違うのじゃ。表面上は生を感じるが、脈を取ろうと腕をつかむとまるで氷を触っておるかのようじゃった。それに胆腑と脈略の間で暗流が通ってるかのように拍動を打ち続けておる。このような奇病は見たこともない。詳しく研究すれば異形に乗るやもしれん。時々でいいから、これからも主の友をわしのところに連れてきてはくれぬか。彼女は重罪人だ。もしこのことについて聞きたいのなら、雲気軍と獣王氏に尋ねた方がいいだろう。人は味方
思ったが、まさか仲裁人とは。まあよい、わしの知るところではないし、あれこれ詮索するのはやめておこう。うむ、では仕方ない。これから薬を処方するが、それだけでなく白湯もたくさん飲ませるんじゃぞ。わしについて来い。冠婚症気散を出してやる。この生薬を使っても治せはしないだろうが。ん？待った、わしの薬箱はどこに行った？すまぬ、薬王秘伝の件以来市内のすべてがむちゃくちゃでな。炭鉱、主は腕がいいのじゃろう。わしと一緒に薬を取りに行ってはくれぬか。龍女様がお困りのようだ。では我も一緒に行くとしよう。いや、主の手を煩わせるわけには。たやすいことだ。煩わしいことなどない。この近くのようじゃな。悪者め、わしの薬箱を返すのじゃ。くっ、この四本足め、なんという速さじゃ。逃がさんぞ。一指導陣にな。じゃ、情熱変身。こんなに診察を受けに来る動物が増えたんじゃ。気をつけろ。邪魔立てするものは我が龍女様のために排除しよう。我の剣はいてつくゆえ、少し離れておくといい。くだらない。ほっ、主の手があんなに冷たかった理由がわかったぞ。ふん、二倍速ってこんなもん。健康の私を楽しませてくれる？この寒さ、決して血肉からなる身体で耐えられるものではない。この体に治療はいらぬ。ガツンと来るやつで行こう。治療はいらぬ。引けば見逃そう。この月下で全てを照らさん。へえ、リポッポした。重傷じゃな。よいしょ。
権限した。総理、世を注が。バトル体験を、二倍速って、こんなもん。どうしてやろうか？血を分けよう！この体に治療はいらぬ。逃げられぬぞ。治療はいらぬ。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。この月下で全てを照らさん。直してやろうか？血を分けよう。ナイスヒーリング。使うつもりはなかった。へえ、リポップした。バトル体験、2倍速ってこんなもん。くだらない。月光を剣とす。よし、どれどれ。安心草も早期さんも入っておるな。さて、帰るとしよう。あまり患者を待たせるのは良くないからの。待たせてしまってすまなかったの。この処方で主の病を根治させることはできぬが、活力を維持し、心身を穏やかにさせることは可能じゃ。いや、必要ない。龍女様の医術がいかに優れていようと。魔音の実であったか。そうは見えぬぞ。最近ラフでは大きな事件があって、魔音の実に苦しむ患者を少なからず見てきたが、いずれも上ごとばかりをつぶやいたり、前後不覚になったり、体に変異が起きて恐ろしい姿になったりしておった。なのに主からはそれらの症状が見当たらぬ。取引をした。ゆえにこうして残善を保っているのだ。今はまだ思考する余力があるが、もう心識の限界に達している。とはいえ、未だかなわぬ宿願と決着をつけねばならぬ仇がある。ほう、自分の病院をしかと理解しておるようじゃな。心の病ではわしも力になれ。じゃが、異形にこう書いてあった。心を消せば身は安らかになる。過去のことを忘れることができたなら、主の病も回復の余地があるかもしれぬの。そうか、それは残念だ。すべての感情の中で憎しみが最も強い。そして我はそれを選び握りしめたのだ。己の存在を維持するためにな。この手で握れるものはもはや剣と過去の憎しみのみ。これさえも手放せというのであれば、我は骨の髄まで虚無に陥るだろう。龍女様のお言葉に感謝する。こうして龍女様に会えただけで薬よりも100倍の効果があった。ところでここ数日、包帯を巻いた者が龍女様のもとを訪ねなかったか。包帯？特徴にしてはありきたりすぎて何とも言えぬな。先週には毎日数えきれぬほどの患者が探偵室を訪れ、身体を見てもらっておる。
剣木の災いがあったことで怪我人がたくさん出てるからの。背が高くほっそりとした暗い表情の男だ。朽ちかけた剣を持って離さない。そんなものを見た覚えはあるだろうか、龍女様。そういったやつは。ああ、今日一人おったぞ。あれは剣傷を負ったに違いない。血の匂いがしておった。じゃが重傷ではなかったようじゃ。顔も平然としておったし、わしが処方した薬も持っていかなかったぞ。奴が求めたのは別の形での処方だったのかもしれんな。となるとこれで全員揃ったわけか。さあ、旧友たちに会いに行くとしよう。その男はもう連れて行ってよい。これからのことは彼と無関係だ。元気。これで揃ったな。数百年が過ぎた今も雲上のご騎士がまたこうして集まれるとは。我の記憶が未だ定かであれば、700年前我ら5人はこの場所であの誓いを立てた。何があろうとまた集まり杯を交わそうと。されど林縁橋は空にかかり、世は天保のごとし。我ら五人の中には生まれ変わった者もいれば罪人となった者もいる。そしてもう誓いを果たせなくなった者も、互いの情さえも消えてなくなった。じきに我は枷をかけられ審判を受けることになる。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。ゆえに離れる前に皆を初めて出会った場所に招いた。人は五人、雷火は三つ。世界の陰月は独断で流化妙法による改正を図った。境外を変えて大火を招き戦士の誉れを辱めた。重犯の王政は強敗なる傲慢により、北条が紳士の血肉を手にした。陰月の猛威に手を貸し不死の忌み物へと落とした。そして罪人慶龍、魔恩に落ち老法を殺め盟友の義を裏切った。今こそ我らが代価を払う時なり。炭鉱
お前は永遠に陰月から逃れられぬ。奴はお前の始まりだ。お前が進む道には奴の在業が影のように寄り添い、死ぬまで後を追うだろう。ジン、いい名だ。終わりの見えぬ人生の中、お前は殺すか殺されるかの狭間をさまよい、己の骨を埋める場所を探すことになる。そうでなければ王政の悔いを消し去ることはできないからな。そして我は同盟の審判を受け、永劫の罰を背負う。その後はより悲惨な代価が我を待っている。こうでなければあれら明記すべき苦しみは消えてなくならない。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。酒はなく、苦味だけを伴う会合とは実につまらぬな。もうじき我を巨領に送る頃だろう、軽減。同盟の法は厳守されるべきもの。残念です、師匠。あなたたちは巨領ではなく玉殿へと送られます。この件を元帥に報告したところ、重刀将軍が興味を持ちました。十方公営北海を張って先に二人に会おうとしています。軽減よ、相変わらず他人の采配を崩そうとあがいているのだな。我々も雲気軍も帝宮の将軍たちも皆神の番に置かれた駒に過ぎぬ。我はもう定められた運命の道を歩むのに飽きた。だが構わぬ、お前ともう少し歩んでみるとしよう。いずれにしろ結末は変わらない。我は勝利する方に立つ。ならばこの対局、最後までお付き合いいたします。待て、ケイリュウ。去る前に俺への報酬を忘れてはいないか。試したであろう。傷口が増えるだけで、それ以上助けにはなれん。お前の不死身はそう単純なものではない。人間の剣で不死なる紳士の肉体を殺すことはできぬ。この点については運命の奴隷からも聞いたと思うが。ああ、聞いた。だがそれでもお前は俺に一振りの借りがある。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手
手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対してのみだ。ケイリュウ、お前の教えを今ここに返そう。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢はいずれ覚め無惨する。懐かしい感覚だ。まるでお前が初めて俺に剣術を教えた日に戻ったかのような。王政が打ってやった武器を手にして何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んでいく。この血肉が崩れては癒えて復元していく様をただ見ていることしかできなかった。そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。分かっていた。お前は俺から答えを聞き出そうとしていたわけではないと。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。何百何千と自問し、答えを得られなかった問いを。なぜ忌み物だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。どうして彼女のような人が死に、燃えて灰になり、忘れ去られねばならない。なぜだ。最後に俺の心臓を貫いた後、お前は俺と剣をあの枯れた塚に残して去っていった。奇妙なことに、この短く夢のような死の中で俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のように。
陰月よ、これからどうするつもりだ。この会合が終わったら俺は列車に戻って旅を続ける予定だ。列車はいつまでもお前を乗せて走り続けることはできない。かつての我らと同じく、お前の友人たちも皆自身の思惑を抱えている。ナフを離れた時、我は復讐を諦め全てを放り出そうとした。だが年月を重ねるにつれ、それは次第に鮮明になってゆき、長く付き添った友人のように耳元で囁いてきた。魔音に落ちた時の所業が全て我の頭に刻まれ離れないのだ。だから我はそれに向き合うことにした。この目で北条が死するところを見た頃には、お前も王政も真の解脱を得られてるかもしれぬな。さる。先生、将軍様は僕に今日のことを忘れてほしいみたい。わかってるよ、あんな葛藤今の僕にとっては難しすぎる。剣術よりもよっぽど難しいことだから。僕、雲霧軍に少なからず仲のいい友達がいるんだ。いつか僕たちもあんな風にバラバラになるのかな。じゃあね、炭鉱先生、次はもっと気軽な雰囲気で会おう。あの女の剣でもなせないとは。今も変わらず渓流には不可能ということか。どうやら俺らはこの追行を続けるしかなさそうだ。これが貴様と俺が払うべき代価なのだ。ならば俺も最後まで付き合おう。エリオの脚本によれば、貴様にはまだ生きていてもらう必要がある。そして俺は復讐が長く続こうとも構わない。その方が面白いからな。言ってしまったね。生まれ変わった君にとってこの全ては拙劣な芝居に見えるだろう。旧友たちが互いに刃を向けていたというのに、私はそれを止めることができなかった。己が何者か、この質問に答えられるのは己だけだ。たとえ竜士たちの企みで本当に輪廻転生をしていなかったとしてもね。ああ、炭鉱、君ももう帰った方がいい。
Choice go!